まあ、自分は最初に父親が入ってたのでフォレストに、で、まあ、ちっちゃい頃からトラックの横乗りさせていただいてたので、いろいろ教えてもらったり、あとはかっこいい姿を見てたのでトラックドライバーに憧れて入社しました。トラック自体自分が乗れてすごい楽しくて、まあ、そういうことを覚えることは多いんですけど、家を建てる木材だとプレカットっていうんですけど、まあ、そういうものにも、まあ、一つ一つに名前があるのでそういうのを覚えたり、あとはまあ積む時にトラックによっても長さが変わったり高さが変わったりもするので大変です。朝はもう普通に5時6時頃来て、でまあそこから配送なんですけども、帰ってくるのも早い時は早くて、まあ遅くてもまあ6時ぐらいには帰ってくるんで、まあ体にもそんなに負担かからない感じなんで、まあ運転としては楽です。入った当時も先輩方に、まあクレーンの使い方、あとは狭い道で入っていく今までなかったんで、まあいろいろ先輩方に細かく教わって勉強になって、で今もいろいろ経験を積めたんで良かったです。フォレストはトラックもこうカスタムさせてもらって、自分の思うようにいじれてカスタムもできて、運転も楽しんで、人間性もとても良くて、で明るい会社なので、まあぜひ未経験の方もユニックは慣れれば、まあそんなに難しい仕事でもないんで、手積み手下ろしもないんで、まあ女性の方もよかったらぜひ来ていただければお願いします。ドライバー求人サイトの